真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは。愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。
足場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。わかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、買い払う。これはうちに伝わるカードなんだよ。手放したらご先祖様に立てられちまう。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。事件のございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってのこさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるならよ。そうこなくちゃ。はい、毎度あり。いいね、ありがてえ太平の世に一杯。あの世の入り口も湖にあるな。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはただ
さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。いきなこと言うじゃない。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出した。どけどけ、安いもんじゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。道場じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ。逃げろ逃げろ。それが故に父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。
いけません。危のうございます。核のごとき輩など死にも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところ、あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。逃げるなら今のうちじゃ。お願いだ、見逃してくれ。
こいつを楽にしてやれ。喜ぶ。こいつらは一体何が望みで。楽にしてやる。願いでございませぬ。ご慈悲を。片付けね。片付けね。この向こう水な物の符は誰だ。知って手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。切り刻んでやる。ありがとうございます。まだお探し
神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けて行きなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。